サム,サムスン電子、サムスン電子、サムスン電子、サムスン電子は大韓民国の会社であり、韓国最大の総合家電、電子部品、電子製品メーカーで、サムスングループの中核企業である。スマートフォンと難度型フラッシュメモリにおいては、共に世界シェア1位。サムスン電子は2010年の売上高が、韓国の GDP の22%、 自家総額は、韓国株式市場の25%、外国人持ち株率は50%前後、韓国の輸出額の20%以上を占め、資産は、韓国国府の3分の1に迫る、韓国最大の企業である。韓国を象徴する企業であり、フォーチュングローバル500では、世界企業ランキング13位、2016年、イギリスの調査会社ブランドファイナンスが発表する、 ブランドランキングでは、ブランド価値923億ドルで世界4位、2018年。アメリカのコンサルティング会社レピューテ、ションインスティチュートがグローバル企業を対象に実施した、評判の良い企業100社調査では2位、2018年。香港に本社を置く、コミュニケーションマーケティング企業のキャンペーンアジアパシフィックと調査会社のニールセンが共同で調査して発表した。 アジアのトップ戦ブラドでは7年連続で1位2018年社員30万人を要し世界各地に65の生産法人及び130の販売法人を展開し家電製品から工業製品軍事製品まで幅広い電子機器を製造する1938年の日本統治時代の朝鮮で設立されたサムスン電子の親会社である サムスン商会は食品と衣服が主力事業であった。1969年1月にサムスン電子工業株式会社が設立され、12月にはサムスン産業電機が設立、電子産業に進出した。これは当時急速に拡大していた韓国国内の需要市場をターゲットにした決定であった。1970年1月にはサムスンに NEC が 設立され、白物家電や AV 機器の生産が行われた。1977年には韓国半導体を買収して半導体事業に参入し、1980年3月に韓国電子通信を買収した。1980年頃からは海外に次々と現地販売法人が設立され、ポルトガルやアメリカには工場が設立された。 1983年2月に創業者の利平鉄イビオンチョルが資源がほとんどない大韓民国の自然条件に適合して付加価値が高く高度な技術を要する製品を開発することが第二の条約を図る唯一の道だと表明し D ラム事業に進出半導体で先行する日本を目標とする東京宣言を発表し サムスン電子の東京支店が同年に開設され、日本から大韓民国へ半導体製造装置の輸入を開始した。翌1984年にはマイクロンより設計技術移転の支援を受け、6ヶ月の開発期間を経て、マイクロンと東芝に続く世界で3番目の64キロの D ラムを開発。同年、公衆電子を合併して、サムスン電子工業から、 サムスン電子に会社名が変更された。ほどなく 256KD ラムの開発にも成功する。一方日本の東芝、東芝の D ラム部門は後にマイクロンに買収は1984年に増岡富カ・が世界初ののア型フラッシュメモリを開発1985年に世界初の 1MD ラムを開発1987年に 世界初の難度型フラッシュメモリを開発するなど、盛んに次世代メモリの開発を行っていたが、東芝やマイクロンなどのトップ企業が次世代メモに移行することで、旧世代メモリの品薄現象が生じたため、あえて 256KD ラムに注力したサムスンは1988年だけで3200億、ウォンの莫大な純利益を出し、一気に会社の規模を拡大した。 この経営判断を行ったのが、李平鉄の三男である、サムスングループ副会長の李健機で、李平鉄が1987年に死去した後は、李健広氏が、サムスングループの第二大会長に就任する。1992年には、世界初の 64MD ラムの開発に成功。1993年には、D ラム市場で13.5%のシェアを確保し、 12.8%に止まった日本の東芝を抜いてついにシェア世界1位となった。以来トップを維持している。なおランド型フラッシュメモリでも2002年に世界1位となっている。1988年に携帯電話を開発。1992年には10.4インチの TFT 液晶モニターを開発するなど2000年代。 以降の主力商品となる基礎もこの頃に開発された。しかし当時のサムスン製品は粗悪品が多く、半導体以外の事業では、グローバル市場で成功していなかったため、新たに会長となった、利権博氏は1988年、量より質を重視し、変化と改革を求める、新しい経営理念、第二創業を宣言。1993年には、新経営宣言を出している。 1990年代までの韓国国内におけるサムスン電子の位置づけは主要企業の中の一社に過ぎなかったが、上実の半導体事業での躍進などもあって2000年代以降は韓国国内の事業規模や韓国経済に得る影響面などは圧倒的なものを持つようになり、また世界の電機メーカーの中でも有数の大企業に成長した。 特に1997年のアジア通貨危機は国家経済の危機とは裏腹にサムスン電子を強力な企業に成長させるきっかけとなった通貨危機で韓国の大企業30社のうち16社が破綻しサムスン電子も韓国政府から公的資金が注入される事態となり倒産寸前にまで追い込まれたが破綻を避けるために広範な構造改革の断行や 効率的な経営計画の実行などにより、サムスン電子は、半官半民の韓国の将来をかけた企業として、グローバル企業への成長を加速させた。インターネットバブル崩壊後の2000から2003年にも、サムスン電子は、純益伸び率5%を記録した。また、サムスン電子は、1990年代から半導体で得た、莫大な利益を、2000年代前半当時としては、 次世代産業であった LCD 事業や携帯電話事業に大規模に投資を行い、様々な製品の世界市場でシェアを伸ばした。またマーケティング活動とコマーシャル活動を大規模に行っている。例としては、1996年にはトップスポンサー計画を通じてオリンピックのーパートナーになり、1998年には長野冬季降臨の公式スポンサーとなり、 2000年代以降は継続してオリンピックのスポンサーを務めている。2009年にサムスン電子は売上高基準でドイツのシーメンスと米国のヒューレットパッカードを超え世界最大の IT、家電メーカーとなった。2009年のサムスンのシェアは薄型テレビと半導体メモリで世界第1位、携帯電話が世界第2位、白物家電でも上位を占めている。 また、同年には、2020年の目標として、売上高4、0ドル達成を目指す、ビジョン2020を掲げた。これを実現するために、既存のセット、部品中心の情報、通信、AV 事業に、ソフトウェアとソリューションを中心とした、医療、バイオ、環境、エネルギー、利便性、癒しなど暮らしの質を向上させる、ライフケアを新たな事業領域に仕込み、 21世紀型のビジネス構造への変身を図っている。ソニーとサムスン電子は合弁で液晶パネルを製造する SLCD を韓国の中西南道に設立していたが2011年ソニー側が合弁会社の株式をすべてをサムスンに売却する形で合弁を解消した。2018年10月24日 NEC と 5G 向け基地局の技術開発と営業で提携すると正式に発表した。日本では東京に本社を置く日本サムスンを展開し、サムスン電子やサムスングループ内の企業の輸出入及びサムスン関連事業を展開している。2007年の売上高は1兆262億円。また、サムスン横浜研究所や大阪支店など、 複数の拠点を展開している。日本の研究所他に、韓国は、もちろん、イギリスやポーランド、イタリア、イスラエル、ロシア、インド、中国、アメリカ、ブラジルなど、世界18カ国に研究所を保有している。また、生産では、韓国工場の他にも、世界11カ国以上に工場を保有しており、グローバル戦略を展開している。しかし、 日本でのサムスンの家電製品の売上は不振を極め2000年頃に白物家電販売から撤退したその後も薄型テレビなどの AV 機器は販売していたが2007年11月サムスン電子は家電製品の販売を日本市場から撤退すると発表した日本では収益が少なくアメリカ市場やヨーロッパ市場などに経営資源を 集中するためと見られている。ただ、法人向け製品や個人向けの液晶モニター、HDD、SSD、電子部品、半導体メモリーなどを日本で販売していた。なお、日本国内で販売しているサムスン製携帯電話については、日本サムスンではなく、サムスンテレコムジャパン扱いになっていた。2012年に行われた組織改編によって、 半導体や液晶パネルといった部材取り扱いを日本サムスンに残し、携帯電話などの完成品はサムスンテレコムジャパンより解消したサムスン電子ジャパンに下した。2015年にはサムスンジャパン、財閥内の各社の日本現地部門をまとめた法人が東京、六本木にある共同出資ビル、六本木 T キューブの持ち株を売却し、飯田橋の貸しビルに移転した。 また現在は公式ウェブサイトは、スマートフォンとウェアラブルとその周辺機器のみが紹介されている。2016年から、サムスン電子の最新スマートフォンや VR などで、サムサンギャラクシーの世界観を無料で体験できる、ギャラクシースタジオをスタートさせた。これまでに、日本全国50カ所以上にて開催しており、累計200万人超が来場した。 2018年1月以降も原宿のバンクギャラリーでの継続が決定しており、ギャラクシーショーケースとしてネーミングを一新し、内容を一層充実させて展開していく。エスペンを使ってセルフィーをデコレーションできる。画像はモニターに出力され、QR コードでシェアすることも可能。デコレーションした完成作品は印刷してプレゼントしてくれる。 撮ったセルフィーにエスペンを使って画像をデコレーションし、水槽内に端末を沈めると水中のディスプレイに画像が現れる。スマートフォンの防水性能を楽しみながら体感できる。描いた画像はメールにてお渡し可能。ウェアラブル端末を装着して自転車レースに挑戦する。消費カロリーや心拍数を計測し、ポイントをランキング形式で競い合う。他にも、 テニスや水泳を楽しめる。ギャラクシーギア VR を装着して360度バーチャルリアリティを体験できる4つのアトラクションが設置されているアトラクションゾーン。前後左右あらゆる方向に椅子が回転しながら VR コンテンツが楽しめるパルサーでは超絶飛行や恐竜時代にタイムスリップしたような体験ができる。スケルトンでは表情格好を体験できる。 マウンテンバイクでは近未来の都市で空中ドライブを楽しむことができるフューチャーライドが体験できる4人組で座る椅子を宇宙船に見立てギャラクシーギア VR とコントローラーを使ってシューティングゲームを楽しむアトラクション8人が1チームとなってスペースバトルを楽しめるギャラクシースタジオをオンライン上で仮想体験できる百六十度回して サムスン電子のスマートフォンのデザインを様々な角度からチェックできる。また、サムスン電子のウェアラブル端末なども仮想体験できる。原音では、サムソンジョンジャイコールサムスン電子に近い発音である。日本ではサムスンという。これは日本進出時、すでにサムソンを名乗る会社が複数あったため、日本語におけるローマ字表記に準拠したものと見られている。 中国においては、社名を漢字表記し、サムスンを三ンゲンズと読ませている。1988年ソウルオリンピックのローカルスポンサーとしてオリンピックへの関わりを始めた。その後、1998年長野オリンピックからワールドワイド公式パートナー無線通信機器カテゴリー都市オリンピックムーブメントに寄与している。また、 2016年リオデジャネイロオリンピックを機に日本を含む限られた国で Galaxy S7 Edge のオリンピックゲームズエディションを特別に販売した。現在、サムスン電子は2013年まで売上高ベースの温室効果ガスを2008年対比で50%削減し、製品のエネルギー効率を40%向上させる目標を定め、 グリーン経営を目指している。2009年、サムスン電子は、グリーン経営のビージョン、プラネットファーストを発表し、その中核的な推進課題として、事業所と製品使用時の温室効果ガスの削減、エコ製品の販売拡大などを提示した。特に、国内の事業所に温室効果ガス低減設備を導入し、2010年上半期基準で、 温室効果ガスの排出量を2008年対比で31%削減した。液晶ディスプレイ事業部は7月15日に6、復活用を削減する CDM 事業の国連承認を取得するなど持続的な温室効果ガス低減に向けた取り組みを実践している。サムスンは90年代初頭からデザイン経営を強化してきた。 本社ビル内にデザインセンターが設置されており、創業当時二人だったデザイナーは、2005年には510人、2010年、現在は900人余りにまで増加した。サムスンは2年周期でデザインを見直している。最初の1年は流行を分析して商品戦略を計画し、2年目に新たなデザインを作り出している。サムスン電子の社名である。 サムスンは大きく、明るく、光る三つの星を意味する。社名の3という数字は、漢語で大きく、強いという意味があり、星には明るく、高く、光るという企業の祈願が盛り込まれている。サムスンのロゴデザインは柔軟性と単純さを強調しており、宇宙と世界の物体を象徴する楕円をやや斜めにし、動的で革新的なイメージを表現している。 サムスンの共通カラーである青色は安定感と信頼感を与えるカラーとして顧客に親しみのある企業を目指す意志が込められており社会に対する責任感を象徴している英文のロゴデザインは技術主義を通じた顧客思考への意志ハイテク企業のイメージを現代的な感覚で表現している2011年からサムスンとアップルの訴訟合戦が起こっており サムスン電子の製品がアップルの iPad や iPhone のデザインや特許権を侵害したとしてサムスン電子を提訴している。しかし逆にサムスン電子側もアップル製品がサムスン電子の特許を侵害しているとして提訴をしている。この問題についてスティーブ・ジョブズはアンドロイドは抹殺する。盗みでできた製品だからだ。と怒りをあらわにしていた。 2012年8月25日の米、カリフォルニア州連邦地裁においてアップルは、特許訴訟でアップルが期待したと考えられる、ベストシナリオとも言える勝利を収め、サムスンに9億3000万ドルの支払いが命じられたが、控訴し、後日の条件で支払うこととなった。サムスンについては、米欧のメディアが、ファストフォロワー、つばやい追随者と表現しているのに対して、アップルは、パイオニア、 開拓者、または、クリエイティブフォロワー、創造性のある追随者とも言われ、両者には、個性の違いがあった。我々は得意分野に資源を集中して、世界市場を狙うファストフォロワーと、CEO が語っているように、サムスンは、ライバル企業の商品でも、優れていれば、良いものは良いと素早く割り切り、直ちに開発に取りかかる。後発事業を短期間で離陸させ、 あっという間にシェアを奪うという事業構造だった。裁判でサムスン側は iPhone の成功に刺激されてスマホを開発したと告白した上で iPhone がソニー製品のデザインの影響を受けているなどと語りアップルもサムスンと大差ないなどと主張。一方アップル側はコンセプトや外観が似ているサムスンの商品をコピーキャットとした根拠について この開発チームのことを決して公害しないことなどと、ジョブズが秘密主義をとっていたことを説明していた。英国のアップルサムスン裁判は、一部でアップルが敗訴し、アップルウェブサイトトップにサムスンは真似してないという謝罪文が掲載されたことで、注目された。一方で、アップルサムスン裁判を担当した裁判官ロビン・ジェイコブ、ロビン・ジェイコブは、 その後サムスン社の特許担当に就任している。2015年12月3日、サムスンがアップルへ賠償金5億4800万ドルを支払うことで合意したことが発表される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。